非常にこう乗った感じがコンパクトな感じがしますね。あのスイッチ類も最低限です。これからちょっとこの辺ドライブしてみますね。エンジン 3.8V8 ツインターボ600馬力600ニュートン。フロント16ハイブ43リア57、まあ、これがマクラーレンが考えるベストなウェイトディストリビューション、まあ、しかし重配だけじゃなくて重心点も非常に低いと思います。それでは、これからドライブしたいと思います。パドルシフトで一速にシフト、ここにあるアクティブモードは大きく分けてハンドリングとパワートレインの2つに分かれてますけども、まあ、これがノーマルとスポーツとトラックモードそれぞれ選べるわけですね。今両方とも全部ノーマル、ハンドリングもノーマル、パワートレインもノーマルです。イギリスだからそうだ、左ハンドルですね。左側通行、右ハンドル左側通行。すっごくエンジンがおとなしいというか使いやすいんですよね。それでこの手のパフォーマンスカーにしては0100キロ3秒切る速さを持ってますけども、ものすごくロードノイズが静かで、タイヤももうサーキット専用の尖ったタイヤじゃないから、こういうチッピング石を拾うような音もしないし、非常にあの高級車としての乗りやすさを持ってますね。600馬力ですが、まあ、ギアはツインクラッチの7速。今まだスピードが低いので6速ですけど、変速も非常にこうマイルドですね。で、ハンドリングはまあスポーツトラックというふうに分けるんですけども、これはもうダンパーに油圧のラインがついてて、これはこうダイアゴナルにそれぞれ前後左右のダンパー同士が油圧回路で結ばれていて、まあ、片側が縮むとロールすると、まあ、片側がリバウンドしないようにですね、まあ、油圧でうまくコントロールするセミアクティブサッスみたいなものがついてます。ですから、まあ、それで姿勢を制御できるので、スタビライザーがないんですね。それは大きな特徴です。昔ヤマハのパテントでリアス式というのが、まあ、トヨタのモデリスタとか、あとアウディの RS6 がやった記憶がありましたけど、まあ、そんなシャシーですね。だからフェラーリとどこが違うかというと、458はもうエンジンかけただけでもうエンジンサウンドが、もうエンジンのパフォーマンス、エンジンの存在感がもうフェラーリだっていうような感じがしますけど、このマクラーレンの MP4 は、エンジンというよりも何だろうな、シャシーが楽しいというようなこう摩訶不思議な魅力を持ってますね。まあ、ここはあんまり飛ばせられないんですけど、ですからこの荒れた誘導路の乗り心地、20インチのタイヤですけどすごいですね。これはまだマクラーレンほんの入り口に過ぎないんですね。まあ、オプションでカーボンコンポジットのブレーキありますけど、これになるとさらにバネシア重量軽くなって乗り心地も良くなるというふうに言われてますから、もうホイールの汚れとかを考えると、もう日本ではカーボンコンポジットが標準でもいいくらいですね。いや、エンジンはもう2000回転ぐらいからトルクがあって使いやすいです。この快適性は驚くべきものなんですね。F1 と同じパドルで操作できます。右と左ハンドルありますけども、どうもペダルレイアウト見ると左ハンドルの方がちょっといいような感じがしますけど、どうでしょうか。